それでは今から立ち木のポーズを始めていきます。まずはマットの真ん中に立っていきましょう。左足を軸にして右の足を足首ふくらはぎと置いていきます。このままでも大丈夫なんですが、いける方は太ももの方まで足を持っていきます。そこで安定したら胸の前で合掌していきましょう。息を吸いながらゆっくりと手を天井方向に持ち上げていきます。あ、ふらつきますね。もう一回やりましょうかいいですよ、そのままで。はい、では太ももに置いて、辛い方はじゃあふくらはぎで置いていきましょうかそうですね、はい、うん、ではゆっくりと手を持ち上げて、この時に肩の力を抜いていきます。おへそにぐっと力を入れて、視線はなるべく正面を向いていきましょう。そうですね、これ辛い方は本当ふくらはぎに置いて、無理なく、膝は危ないので膝以外のところに置いていきます。息を吸って吐いて、集中力を高めていくポーズです。足と背筋も強化していきます。それでは次の吐く息でゆっくりと手を解放して、足を下ろして少し足踏みしていきましょう。ぜひお家でやってみてください。